飛び込み最高300件、元 SMBC 日興証券 A です。よろしくお願いします。飛び込み300件は積水ハウスでも負けました。飛び込みすぎやろ。みんな300件とか飛び込むんですか？いや、みんな300件ってわけじゃないと思うんですけど、それ以上はちょっと聞いたことないかもしれないです。じゃあ社内トップってことですね。はい、ということで本日はですね、元 SMBC 日興証券の A さんにお越しいただいて、年収事情とそして労働時間についてお伺いしていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、まず年収のところからお伺いをしていきたいんですけれども、1年目に入社した時の年収とですね、そこから年収1000万円に行くまでの年収の上がり方についてお伺いしてもよろしいですか？1年目はだいたい400万くらいで、2年目くらいから、残業もボーナスも入ってきて、だいたい450で、3年目500くらいがドンと上がると年俸制になって、278で700で、30ちょっとになったら1000万に乗るっていう感じですかね。で課長になったら1500とか。 SMBC のその銀行側と変わんなくない？なんならちょっと日興証券の方が早いかもしれない。ああ、そうなんだ、うん、ちなみにその先ほど飛び込みとか電話という話をお伺いしましたが、案件取った数によって部合とかでも変わったりするんですかね？それは正直あんまり変わらないですね。支店全体の売り上げで支店にドンとボーナスが降りてきて、でそこからそれを支店長が分けるっていう話なんで、多少はもちろん関係あるんですけど、どれだけ自分が頑張っても支店が弱ければもらえる金額が少ないですね。証券会社だからといって、めちゃくちゃ実力主義かっていうとそういうわけでもないんですね。チームで戦うみたいな感じなんですね。そうですね、割とそうでもなかったですね。年齢で確実年収が先ほど言った水準で上がっていくのか、それとも多少こう社内評価によって、変わってくるのかでいうとどっちですかね？多少の社内評価はあります。あと、相場によって、ボーナスも違うので、昔はボーナス3年目で200万300万あったって言ってましたけど、今は本当に100万とかなので、社内評価とかその相場によってやっぱ違ってきますね。めちゃくちゃ売れてる人と全然売れてないなっていう人で年収の差どのぐらいあるんですかね？そんなにないと思うんですけど、例えばじゃあ30歳ぐらいのカナダのエース級で、でも100万とかじゃないですかね。役職が一定いってからその年俸制にってありましたけど、給与体系みたいなのが年収制からその年俸制とかに変わっていくってことなんですか？そうですね、はい。それが上がると年俸制になります。具体的に年俸制に上がるとどういう変化があるんですか？今はちょっと制度が変わってるかもしれないですけど、僕がいた時は年俸制になると家賃補助が出なくなったりとか、あと残業代がつかなくなったり、ただその代わり、元々の年俸がポンってもらえて、そこにボーナスが700万か乗っかってくるんで、それで1000万超えるっていう形です。トータル的にはじゃあ年俸制の方が金額が大きくはなるってことですね？そうですね。じゃあ続いてですね、労働時間についてもお伺いしていきたいんですけど、もう定時の何時から何時までなのかっていうところと、あと毎月の残業時間が大体どれくらいあったのかというところを伺ってもよろしいですか？支店にもよるんですけど、僕の支店は朝8時前くらいに来て、で定時が5時半で、2年目3年目ぐらいになると残業がそうですね、6時半から、7時ぐらいには全員帰るので、月の残業時間が40時間から45時間を超えると課長から結構怒られるみたいで、もう45時間だからもう今日はもう定時で上がれよとか、そこはすごい徹底されてました。証券会社ってもう鬼詰めでめちゃくちゃ大量労働みたいなイメージがあったんですけど、もうそれは過去の話っていう感じなんですかね？そうですね、鬼詰めは多少はあるんですけど、夜中まで働いてってのは正直うちの会社はなかったですね。残業とかはあれですかね、個人のその仕事の量とかによってもう各々で勝手に設定してやっていくって感じなんですか？支店でみんなで一緒に出勤したりとか退勤したりとかっていうわけではなかったんですか？支店全体ですね。ああ、そうなんですね。もうみんなで一緒の時間で退勤するんですね。そうです。支店長がこの時期は数字足りないから、じゃあ今日はちょっと長めにやるぞとか、じゃあもう今日はもう上がっていいぞとか、全員でっていう感じですね。仮にじゃあ自分がめちゃめちゃ早く終わってたとしても、もう今日は7時まで残るって決まってたら、次の分の仕事とかもやらなきゃいけないってことです。そうですね、支店全体で一つのものを売るってなってたら、自分の分終わってても隣の一緒にちょっとやってあげたりとか、支店全体で終わらすまで残らないといけないっていう感じですね。個人ノルマ云々っていうよりはもう支店のノルマのために動いていくって感じなんですか？結構そうです。一応設定はされているけどもって感じなんですか、個人の方は？そうですね、個人も一応設定はされてるんですけど、支店のやつが終わらないとっていう。よくも悪くも結構じゃあ連帯責任というか、残業もボーナスの評価基準も基本的に支店ベースで全て決まっていくんですね。それに近いですね。いやでもびっくりしたよ。普通に年収めちゃくちゃ高いんだね。あ、もっと低いと思ってた。うん、やっぱその銀行側の方が高いなと思ってたの。だからそれよりは低いのかなと思ってたけど、むしろそうこっちの方が高くない？上がるペースが早いっていうのもある。銀行ゆっくりじわじわいってるけど、27、8で700万ですもんね。くらいですね。家賃保証とかついてるんですか？あ、ついてます。お、ああ、それで700。すごい。それって寮なんですか？借り上げ系ですか？借り上げですね。おお、あ、じゃあ普通にマンションとかで一人暮らしできるっていう。そうです、普通にマンションで一人暮らししてだいたい7万5千円ぐらい家賃保証が出るっていう感じです。それは銀行より素晴らしいですね。銀行は一律寮にぶち込まれて、まあ一部の地方の店舗だけ借り上げって感じなんで、基本寮なんですよ。全然違うんだね。ね、確かにグループじゃ、うん、そうです。福利厚生も全然日光証券の方が良くない？うん、なんか早く会社間違えたって今ちなみに銀行との関わりっていう意味だとどうですか？普段から割と仕事を一緒に進めたりとか、まあ銀行と証券でなんか連携して仕事するみたいな機会も割と多いんですかね？そうですね、若手のうちはあまりなかったんですけど、年次が上がると銀商連携って言って銀行と証券のお互いの良さを生かしながらお客さん紹介し合ってっていうのは3年、4年目ぐらいから増えてくるって感じですね。銀行に出向で飛ばされることもあるんですか？日興証券から。日興証券から行くことはあまり聞かないですね。逆に銀行から来られる方は割といました。あ、そうなんですね。じゃあまあグループ会社だからといって証券に入った人がどっかに出向されるってことはあんまりないってことなんですね。そうですね、証券に入ったらまあ証券に行きますね。銀行だと2、3年に1回くらい転勤があるっていうのがまあ決まりなんですけど、証券の方って移動ってどうなんですかね？証券も同じように移動があって、2年で移動ってのはあまり聞かないですけど、まあ3年、4年、5年いる人もいたり、それぐらいの頻度で移動があります。なるほど。あ、じゃあ3年に絶対とかっていうわけではなくて、長くその場所にいる人もいるってことですね。そうですね、はい。候補地としては、まあほぼ全国なんですか？全国です。本日はですね、SMBC 日興証券の A さんにお越しいただいて、年収とか労働時間についてお伺いしていきましたが、りくさんいかがでした？日興の方が年収も福利厚生もいいから、俺はね、入る会社間違えたと思ったね。いや、しかも、定時も結構守ってるというか。確か6時半、7時くらいに帰れるから、ね。は帰れるっていう話で。移動も少ない。もう日光穴場やな。穴場だよね。ホワイト企業やしね。いや、一般的に証券と聞くと、結構もうまあちょっと黒いなっていうイメージがあると思うんですけど、まあ思いのほかね、福利厚生もあって年収も高くてホワイトだなと感じました。ということで、このようにですね、大手企業の情報をもっと聞きたいとか、大手企業に入社したいという方はですね、僕らが作ったサービス、インタビューラボを使用してみてください。こちらはですね、大手企業の面接を完全再現した面接塾となっておりますので、概要欄にある LINE アットからご応募ください。はい、初回のオンライン相談はなんと無料になっておりますので、ぜひご応募ください。はい、ということで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント欄にメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。